マットの中央に座り、右手を胸に、左手をお腹に当てます。深く呼吸をしながら、体の力を抜いていきます。息を吸いながら体を目覚めさせ、息を吐きながら心を落ち着かせます。息を吸って、吐いて、もう一度、両手を膝の上に置き、息を吸って背中をアーチしながら空を見上げます。息を吐きながら背中を丸めて下を向きます。息を吸ってアーチして、吐いてカールします。もう一度アーチカール センターに戻り、息を吸いながら両手を上げて、息を吐きながら上半身を右にひねります。息を吸って吐いて背筋を伸ばします。息を吸いながらセンターに戻り、両手を上げて、息を吐きながら上半身を左にひねります。息を吸って吐きながら背筋を伸ばします。息を吸って両手を上げながらセンターに戻ります。息を吐きながら右手を床につけてサイドストレッチをします。胸が下を向くように上体をひねり、今度は上に向けてひねります。息を吐きながら下を向き、息を吸いながら上を向きます。もう一度、力を抜きながら下を向き、上を向きます。息を吐きながらセンター、両手と肩を上げて、吐きながら肩を落とし、左手を床につけてサイドストレッチをします。胸が下を向くように上体をひねり、今度は上に向けてひねります。息を吐きながら下を向き、息を吸いながら上を向きます。もう一度、体と心の力を抜いていきます。息を吐きながらセンター、両手と肩を上げて、息を吐きながらリラックスします。足の裏を合わせ、膝をリラックスさせます。息を吸いながら背筋を伸ばし、吐きながら両手を前に伸ばします。息を吸いながら腰の力を抜いていき、吐きながら背筋を伸ばします。息を吐いて背中を丸めながら座ります。膝を立てて背筋を伸ばし、両腕を前に伸ばします。息を吸って、
吐きながら体を丸めて背骨を一つずつ床につけていきます。息を吸って吐きながらお腹を引き締め骨盤を床から離していきます。息を吸って1、2、3、吐いて1、2、3、息を吸って1、2、3、吐きながら腰を時計回りに回します。息を吸って1、2、3、吐いてもう一度回します。あと3回。お腹を引き締めながら滑らかに回していきます。もう一度センターに戻り、息を吸って1、2、3、吐きながら腰を反対に回します。息を吸って1、2、3、吐きながら腰を回します。あと3回。3、2、1。センターに戻り、吐きながら体を丸めて背骨を一つずつ床につけていきます。かかとをくっつけ足の指と膝を離します。息を吸いながら肩と足でしっかり床に押し、吐きながら腰を床から離してブリッジのポーズをします。腰を下げてあげます。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。膝を開いて閉じます。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。最後にかかとを上げて下げます。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。息を吸いながら両腕を頭の方に伸ばし、吐きながら体を丸めて背骨を一つずつ床につけていきます。両腕を体の横に戻します。それでは右側を下に横になり、頭から足の先までまっすぐ伸ばしてコアを引き締めます。息を吸って体を伸ばし、吐いて両足を床から離します。息を吸って両足を床につけ、吐いて離します。あと5回。5、4、3、2、1。足首をフレックスして左足を上げます。息を吸いながら左足を後ろに、吐きながら膝を曲げて前に蹴り、足をセンターに戻します。もう一度バイシクルします。あと5回。5、4、3、2、
一、両足を外に向けます。息を吸いながら膝を曲げていき、吐きながら膝を伸ばして元の位置に戻します。息を吸いながら膝を曲げ、吐きながら膝を伸ばして戻します。あと5回。4、3、2、1。右手でウエストをつかみ、左手は肩の前に置き、右足の膝を曲げます。息を吐きながら床を押し、上体を起こして、吸いながら体を床につけます。息を吐きながら上体を起こし、吸いながら体を床につけます。あと5回。5、4、3、2、1。体を起こしながら両膝を曲げ座ります。右手を上げ、左にサイドストレッチをして呼吸します。頭から顎、首、肩の力を抜いていきます。息を吸って、吐きながら上体を起こして座ります。それでは左側を下にし、横になり、頭から足の先までまっすぐ伸ばして、コアを引き締めます。息を吸って体を伸ばし、吐いて両足を床から離します。息を吸って両足を床につけ、吐いて離します。あと5回。5、4、3、2、1。足首をフレックスして右足を上げます。息を吸いながら右足を後ろに、吐きながら膝を曲げて前に蹴り、足をセンターに戻します。もう一度バイシクルします。あと5回。5、4、3、2、1。両足の指を外に向けます。息を吸いながら右足の膝を曲げていき、吐きながら膝を伸ばして元の位置に戻します。息を吸いながら膝を曲げ、吐きながら膝を伸ばして戻します。あと5回。5、4、3、2、1。
左手でウエストをつかみ、右手は肩の前に置き、左足の膝を曲げます。息を吐きながら右手で床を押し、上体を起こします。吸いながら体を床につけます。息を吐きながら上体を起こし、吸いながら体を床につけます。あと5回。5 4 3 2 1。体を起こしながら両膝を曲げ座ります。左手を上げ、右にサイドストレッチをして呼吸します。上半身の力を抜いていきます。息を吸って、吐きながら上体を起こして座ります。それではうつ伏せになりましょう。両腕は頭の方に伸ばし、足はしっかり閉じる。コアを引き締めます。息を吐きながら右腕と左足を上げます。息を吸って、吐きながら左腕と右足を上げます。息を吸って、吐きながら反対。もう一度反対。あと5回。5 4 3 2 1。手を胸の横に置き、上体を起こしてチャイルドポーズをとります。四つん這いになり、右足を横に伸ばします。右手を上げ、胸が上を向くように上半身を回転させます。このまま右手で大きく後ろに3回回します。3 2 1。右手を床に戻し、腰を左足首につけます。両手を前に伸ばしストレッチをします。ゆっくり呼吸をします。では左足を伸ばして、右足を両手の間に置きます。背筋を伸ばし、深く呼吸します。頭、顎、首、肩の力を抜いていきます。四つん這いになり、左足を横に伸ばします。左手を上げ、胸が上を向くように上半身を回転させます。このまま左手で大きく後ろに3回回します。3 2 1。左手を床に戻し、腰を右足首につけます。両手を前に伸ばしストレッチをします。
右足を伸ばして左足を両手の間に置きます。背筋を伸ばし呼吸します。頭、顎、首、肩の力を抜いていきます。四つん這いに戻ってゆっくり座ります。右手を胸、左手をお腹に当てます。息を吸って吐いて。このピラティスのプラクティスを通して体と心が広がっていく感覚を味わいましょう。